なんだか今日は、俺、うん。全員揃ったようだな。まず、ミーティングを始める前に、紹介をしておこう。彼女は、合同学園祭の運営委員だ。彼女には、テニス部担当として、いろいろとサポートしてもらう。真田副部長、今回の学園祭に評定の後でが関わってるって本当っすか？本当だ。何やら裏がありそうじゃな。ただの資金提供でしょう。裏がある。というよりこれは、挑戦状だ。挑戦状？どういうことよ。今回の学園祭は、各学校のテニス部は模擬店に強制参加になっている。強制？なんだよそれ。話は最後まで聞け。模擬店はコンテスト形式になっている。各テニス部のいわば対抗戦だ。なるほど。そういうわけっすか。うん。たとえ模擬店というテニスから離れた勝負であっても、挑まれたからには受けて立つ。それが我が立海大附属の精神だ。アトラクション？なんだよ、それ。ほう、タコートですか。アトラクションは、優勝組に賞品が出る。ウィンブルドンのチケットと、航空宿泊券だ。そりゃすげえ。こりゃこっちも手を抜けないな。当然だ。やるからには狙うは優勝のみ。この学園祭には、テニス部員以外の生徒も参加している。立体の誇りにかけて、無様な真似は見せるな。
では、こちらを見てもらおう。これが今回の学園祭のスケジュールだ。8月22日。つまり明後日から9月1日までが準備期間。9月、学園祭は9月の3日と4日に開催される。あれ ?31 日は?夏休みの宿題が溜まっている者への配慮だ。もっとも、我が立会にそんな不心得者はいないだろうがな。そうっすね。スケジュールの詳細や、その他の細かいことは、これから配るプリントに記してある。各自よく読んでおくように。以上だ。待て、源委員長。聖一のことを忘れているぞ。ああ、そうだった。みんな知っての通りだが、雪村部長が退院し、現在は自宅で療養中だ。今回の学園祭にも参加することはできないが、準備の様子くらいは見に来るとのことだ。雪村、もうそこまで動けるのか?そうか、よかったな。で、いつ来るんですか?体調と相談しながらになるからはっきりしたことは言えないが、自分のペースで来るとのことだ。あいつらしいの。でも、久しぶりっすよね。ああ、そっか。あんた知らないんだ。そうだったな。すまんな。身内の話を勝手に進めてしまって。雪村は、我がテニス部の部長だ。去年から難病で入院していたのだが、先頃手術を受け、成功してな。今は退院して、自宅療養中だ。お前も会うことがあると思う。その時に改めて紹介しよう。よし。では、我が立会大付属の模擬店を決めるミーティングを始める。何か希望のある者はいるか?俺はお汁粉とかの店がやりたいぜ。ほほう、甘味どころか。先輩らしいっすね。面白そうですね。俺はゲームコーナーがやりてえな。ゲーム?だと?おいおい、そんな目で睨みなさんな。遊びじゃ遊び。具体的にどういうのっすか?まさかゲームマシンを置くわけじゃないでしょ?アイディアとしては、テニスの道具を使ったゲームじゃ。よくあるじゃろ。急分割した的に、ボールを当ててビンゴを狙うゲーム。ああいうのが狙いじゃ。ああ、野球やサッカーでやってる、あれっすか?そうやな。そういうのはルール違反か。なるほどな。その方が面白そうじゃ。名付けてスマッシュでビンゴってとこっすか。面白そうっすね。俺も参加させてくださいよ。いいな、それ。俺もやるぜ。では、俺も参加する。なんで副部長がこっちに?決まっているだろう。お前たちだけでは何をしでかすかわからん。きちんと監視しておかねばな。ああ、俺やっぱり甘味処の方が。ほう。なんでもない。では私は、甘味どころに参加しましょう。俺もそうするとしよう。うん。これで全員だな。よし。我が立会大付属の出店する模擬店は、スマッシュビンゴと甘味どころに決定する。うん。頼む。あ、ご苦労。
ん？ああ、運営委員か。長くねえんだな。ああ、噛んでるけど？はあ？知らねえのか？ガムのリラックス効果。そう。ガムを噛むと、リラックスできて、本来の力が発揮しやすくなるんだぜ。ついでに、噛み合わせも良くなるから、インパクトの瞬間に力が入りやすくなる効果もある。ああ、メジャーリーガーもよくガムを噛んでるだろ？まあな、とは言いたいところが、全部柳の受け売りだ。そうか？サンキュー。広さ的には申し分ないですね。表に長椅子を置きたいんなら構わないかな？テーブルや食器類は借りられんの？それはありがたいな。あと、野立傘と紐線を頼みたいのだが。野立傘？紐線？茶道で言う野立。野外の茶会で使うものだ。野立傘とは、和傘の柄が長いもの。紐線とは、黄色の敷物のことだ。ほら、よくあるでしょう。時代劇や京都の特集などで。ああ、見たことあるような、ないような。本来ならば、食器も備前などで統一したいところだが、そこまでやることもあるまい。今のところはそれくらいでしょう。何か不足が出ましたら、またお願いすることにします。よう、声楽のくせ者は。なんすか、立会の凡人さん。気の抜けた声出してくれますね。俺は天才だっつってんだろ。ま、とにかく腹減ってよ。お前、なんか持ってないか？俺にかかりますか？何もないっすよ。俺だって腹減ってんだし。なんだよ、使えねえやつだな。はぁ、ケーキワンホール丸ごと食いてな。今の季節だったら、ババロアとかゼリーでもいいっすね。もう、そうだな。あんみつとかくず餅もいいな。ですね。こないだ行ったホテルのケーキバイキング、いろんな種類があって美味しかったな。お前もケーキバイキング好きなのか。ちょっと意外だったな。そういう丸井さんこそ、俺と同類じゃないですか？まあ、ケーキバイキングか。今言ったら30個くらいいけそうだな。それくらい余裕っすね。まずそれくらいガーッと食べて、その後うまかったやつをゆっくり食べるってのがいいよな。もちろん、まずいケーキじゃそうもいかないんですが、うまいところのだったらそうなりますよね。だな。お前、最高何個くらい食ったことある？48個くらいっすかね。俺は50個だな。キス？もっといけたかもしんねえけど、ケーキ自体なくなってよ。ああ、お前か。なんか用か？なんか聞きたそうだな。言ってみろ。今噛んでるのはグリーンアップル味。他に
グレープ味、ストロベリー味、ブルーベリー味にグランベリー味、なんでも好きだぜ。うまけりゃなんでも構わねえ。で、んなこと聞いてどうすんだ？ガムくれんの？だったらメーカーはここのな。期待せずに待ってるぜ。ではこれよりアトラクションに関するミーティングを行う。あれ？アトラクションは他校のメンバーと組んでもいいんだろう。だったら他校と一緒にミーティングしないとまずいだろう。あらま、便利だね。うん、早速エントリーがあった。不動峰の神尾がロックバンドを提案した。ロックバンドか。楽しそうだな。いや、やめとく。六角の佐伯がボーカルユニットを提案した。続いて、ルドルフの水木が演劇を提案している。演劇ね。何をやるんすか？タイトルは未定になっている。お、そいつはスリルがあって面白そうじゃないですか。俺参加しますよ。わかった。赤谷は演劇に参加だな。ああ。評定の向日がストリートダンスを提案したな。へえ、面白そうじゃねえの。俺、それに参加するわ。了解した。文太はダンスに参加。また一つ提案が入った。不動峰の立花が和太鼓を提案だ。いいんでないの、和太鼓。俺はそいつに参加じゃ。わかった。二王は和太鼓だな。うん。俺も和太鼓にするか。いや、まだあるな。評定のアトムがハムレットを提案した。ハムレット？いいですね。私はそれに参加しましょう。俺か？俺は、水木の提案した演劇に参加する。また一緒？ほう。嫌か。そりゃあ、いや、嬉しいっすよ。うん。俺は参加したいのがねえな。そうだな。やめとくか。いや、みんな、頑張ってるみたいだね。聖地唐突なやつだな。部長、うわ、本物だみんな、久しぶりだね。あ、お前さんの制服姿、本当に久しぶりだ。ええー、本当に。それにしても驚きましたよ。そうだぜ。よくここがわかったな。言ってくれれば迎えに行ったのによ。みんな忙しそうだからね。それに驚かせたかったし。ん？その子は？彼女は俺たちテニス部のサポートをしてくれるんだ。そうか、雪村誠一だ。こちらこそよろしく。誠一、体の調子はどうだ？うん、今は早く元の生活に慣れようとしているところかな。体力はだいぶ戻ってるんだが、
外を出歩いたりしているとなんとなく疲れてしまってね。情けない話さ。久しぶりの人混みだからだろう。特にここは7校の生徒が集まっているからな。無意識に気を張っているんだろうな。そうだね。そうだ、学園祭のことだけど、うちは何をやるのかもう決まっているのかい？ああ、決まってるよ。詳しい内容は。へえ、用意がいいな。ありがとう。へえ、両方とも面白そうだね。雪村もなんかやるか？ほら、全面的じゃなくても、時々単純作業の手伝いとか。そうですね。人慣れするためにも、軽いものを手伝うというのはどうでしょう。そうだね。短時間だけ手伝うっていうのも、委員会として構わないのかな。委員長って誰なんだい？彼か。融通が効きそうだね。じゃあ、話を通しておいてくれるかな。そういうわけでみんな、不定期だけど俺も手伝うことにしたから、よろしく頼む。部長がよろしく頼むというのも、おかしなものだな。部長の復帰第一線が学園祭ってのも、おかしな話っすよね。確かにな。ま、無理せずさ、学校の雰囲気を思い出していけよな。あ、そうだね。そうだ。君は両方の模擬店の準備に関わるんだよね。じゃあ、進行具合も君に聞けばわかるね。君の携帯の番号を教えてもらえるかな。教えてもらいたいこととかあるからね。教えてもらおうって、何を聞くんすか？そりゃあ、赤谷がサボってないかとか、仁王がどこかで昼寝してないかとか、いろいろね。源一郎とレイジの目の届かないとことかもあるだろうし。うん、そうだ。いい判断だ、聖一。藤井、できるだけ客観的に伝えてやってくれ。げ、マジかよ。気、抜けねえ。真面目にやらなきゃな。みんな部長の登場により引き締まったということですよ。作業効率が大幅にアップした。お前もよろしく頼む。頼むね。ん？ああ、運営委員。うん、いいぜ。そうだけど、何、知らなかったのか？お前、それかなり珍しいんじゃね？俺の天才的妙技も見たことねえなんて。ああ、驚かせてやるぜ。で、どういうダンスにする？そりゃ、アクロバティックなダンスに決まってるじゃん。ほう、俺に挑戦する気か、菊丸。もちろん、負けるつもりはないからね。おいおい、仲間内で揉めんなよ、お二人さん。基本的にはストリートダンスでしょ。ブレイクダンスが入っててもいいよな。ワイは体動かせたら何でもええで。ジローはどうなんだ？あれ、やっぱり寝てやがる。起こさなくていいのか？ほっとけ。
後で俺が教えてやるよ。大丈夫なんすか？いいじゃん。それよりも、早いとこ決めちゃおうぜ。じっとしてんの苦手や。はよやろうな。ん？ああ、運営いい。うん、いいぜ。俺が食いたいから、それだけ。ん？ああ、運営いい。うん、いいぜ。ああ、そうだぜ。ああ、菊丸と向日が張り合ってた時か。たく、しょうがねえな、あの二人はよ。俺は何でも得意だぜ。ダンスだけじゃなくてな。まあな、何やらせても天才的だろ。おう、期待してない。ありがとう。室内の配置については、俺が配置図を書いておいた。これに沿って各自配置を始めてくれ。はいよ。だいたいこんなとこでしょうか。うん。あとは店内の飾り付けだな。ああ。和風の小物があれば用意してもらえないか。頼む。厨房の方も終わったぜ。では今日の作業はこれまでだな。みんな、ご苦労だった。ああ、お前か。まあな。な、ガムがな。浮いてて。そう。今日に限って予備もねえし、どうすっかな。サボっちまうか。ガムがねえと、やる気も出ねえ。ん？あ、これは。おお、くれんのか？サンキュー。助かったぜ。あ、しかし、よく持って、ああ？もしかして、売店のガムを買い占めたの、お前か？そうか。疑ってすまん。あいつ、いろいろと気を回してんだな。おう。ガム忘れちまってさ、調子が出ねえぜ。ああ、調子出ねえ。ああ、そうだ。関東大会でも外さなかったんだぜ。
ちょっとあれだ、トレーニングの一環だからな。ま、そんなとこだ。ああ、あのな。お前さ、携帯持ってるよな。番号教えてくれ。いろいろ連絡することありそうだからよ。オッケー。登録完了。なんかあったらこいつで連絡するから、ちゃんと出ろよ。おう。ガム忘れちまってさ、調子が出ねえぜ。ああ、調子出ねえ。おう、もらったもらった。ほとんど食い物だったけどな。お前はくれなかったよな。まあ、そうなんだけどよ。今でも受付中だぜ。そう。へえ。じゃあ、来年は？そっか。つまんねえな。だといいんだがね。おう。ガム忘れちまってさ、調子が出ねえぜ。ああ、調子出ねえ。うまいもの。うまけりゃ何でも食うぜ。ま、甘いもんも好きだけどね。お、ちょうどいいところに、甘味どころの研究をしようと思ってな。一緒に行こうぜ。お、研究には実地の調査が一番だろ。行くぜ。言っただろうが、実地の調査だって。それ以外、ありえねえだろ？別の疑惑ってなんだよ。おお、見事な推理だ。いいだろ、別に。参考になるのは確かなんだしよ。けど、メニューは甘味どころだろ？で、何頼む？そんじゃ、俺は午前汁粉の白玉大盛りと安倍川餅だ。おー、来た来た！ん？なんかいたか？なんだよ、それ。
なあ、お前の三つ豆と俺のアベカは半分交換しようぜ。その方がいろんな種類食べられてお得じゃん。この塩昆布がまたいいんだよね。甘さが引き立つし、甘さに疲れた舌をもう一度刺激してくれるし。くったくった。満足だぜ。あ、いや、本当はまだ腹八分目。甘いものは別腹って言うだろ？うん、そうだぜ。あ、いいぜ。一緒に帰るか。お、綺麗な夕日だな。なんか、リンゴ飴みたいでうまそうだぜ。練習で腹減ってるんだよ。おう、悪いな。ああ、ありがとう。なんだよ、もう着いちまったのか。早すぎだろ。お、またな。おう。ガム忘れちまってさ、調子が出ねえぜ。ああ、調子出ねえ。うん、結構うまかったな。そうだな。あとは和菓子の種類くらいだ。いいんじゃねえの？うちは種類よりも味で勝負すればいいだろ。そういうこと。食い物はうまい方がいいに決まってるからな。さて、甘味処で出すメニューだが、主なものは挙げておいた。これ以外にどういったものがあればいいか、各自の意見を聞きたい。ぜんざい、しるこ、みつ豆、あんみつ。見てるだけでうまそう。ところてんもちゃんと入っていますね。もちろんだ。本来ならそうしたいが、あんこは作るのが難しい。業者から仕入れた方が無難だろう。質の良い業者を探してみてくれ。藤井。ところでよ、このメニュー、俺たちで作んの？当然だ。だったらあんまり難しいのはパス。それに種類も多すぎ。それほど作るのが難しいものは入っていないはずだ。そうなのか？だったらやってみてもいいか。メニューに関しては異存はないですね。ほう。それはいいかもしれんな。抹茶？
俺飲んだことねえ。しかし、普通の人はあまり馴染みがないでしょうね。あなたはお茶の立て方を知っているんですか？俺も基本程度ならばわかる。ならば入れてみてもいいでしょう。メニューのバリエーションにも使えそうですし。では、メニューについては以上で決定する。おう。ガム忘れちまってさ、調子が出ねえぜ。ああ、調子出ねえ。まあ、ダブルスパートナーだし、あいつにはいろいろやってもらってるぜ。教科書借りたり、ノート借りたり、代返してもらったり、あとなんだっけな。おお、いいところに来てくれたぜ。甘味どころの買い出し、一緒に来てくれるよな。よっしゃ、行こうぜ。黒蜜に使う黒砂糖。ん？そうか。そいつは助かるぜ。沖縄さんっていいのか？へえ、うまいのか？話を聞いてると食べたくなってきたな。行こうぜそこへ。なるほどな。一つ食べさせてもらったけど、確かに味が濃いぜ。なあ、もう一つ食っていい？サンキュー。うまい。うん、そうだぜ。あ、いいぜ。一緒に帰るか。はあ、今日も腹減った。お、クッキーじゃん。食べる食べる。うまいうまい。は？謝るところがずれてる。はぁ、もういい。それよか、このクッキー、お前の手作りか？これもっと食いたい。ああ、それとさ、俺のことは下の名前で呼んでいいぞ。いいんだよ。食い物くれる奴には許可してんだから。俺もお名前で呼んだだろ？じゃあ、そういうことだ。わかったな。ナミ。ん？クッキー楽しみにしてるからな。なんだよ、もう着いちまったのか。早すぎだろ。あ、またな。
おう、ナミ。絶好調。全く問題なし。おい、悪い。ん？なんだ、後で。お前、いつもガムを噛んでいるが、噛み終わったガムは、ちゃんとゴミ箱に捨てているか。なんだと？ガムの後始末をちゃんとしているのかと聞いているんだ。あん？なんでそんなことお前に注意されなきゃなんねえんだよ。最近、会場でガムのポイ捨てが多くてな、あちこちで被害が出てる。おい、まさか俺を疑ってんのか？ガムを噛んでいることが多いのは、お前かうちのシシドだが、シシドにはすでに確認した。次はお前の番だ。俺じゃねえよ。言葉だけで信用するほど、俺は甘くねえ。まずは現場で確認だ。来てもらおうか。あのな。ん？なんだ、運営委員。ほう？お前はこいつの何を知ってるって言うんだ？ふん。自信満々だな。だがな、確実な証拠がない限り、疑いは消えねえんだよ。証拠品の確認か？かまじ。うっす。こいつが、現場に落ちてたガムだ。どれ？ああ、ほんとだ。俺、そいつは買ったことねえぜ。ほう？なるほどな。まんざら何も知らねえってわけじゃなさそうだな。いいやろ。疑いが完全に晴れたわけじゃねえが、今は勘弁してやる。行くぞ、カバシ。うっす。お前、あれが俺のいつも噛んでるガムじゃねえって、とっさによくわかったな。そうか。助かったぜ。ありがとな。しかし、誰だよ。ガムのポイ捨てなんてやってるやつは。おう、何？ナイスタイミング。なんか食い物持ってねえか？おう、サンキュー。あ、俺に用事だろ？なになに？食い物？食っていいの？じゃあ、遠慮なく。うまいうまい、このフルーツゼリー。うまいからメニューに入れてもいいんじゃないか？それで、材料は何？へえ、寒天か。サンキュー。それでさ、このゼリー、もうないの？毎日食いたいから作ってきてくれよ。やった！楽しみにしてるぜ。お、ナミ、今から帰るとこか？だったら、駅まで送ってやるぜ。もう任せるわ。きっちり駅まで送ってやるぜ。あ、忘れるとこだった。ちょっといいか？ナミ。寄りたいとこがあるんだよ。んや、この近くだと思うんだが。
ネットで調べただけなんで、行くのは初めてなんだよ。もう、ケーキがうまいって評判の店でな。お、知ってんのか？お、それだそれ。サンキュー、頼むわ。まあ、一人でも食えるけど、これはお土産。さあ、弟らの分ね。つうか、あいつら食い物でもやっとかなきゃ静かになんねえし、相手をすんのも大変だぜ。なんだよ、もう着いちまったのか。早すぎだな。お、またな。俺だ。わかる。当たりだ。おう、こんばんは。いや、なんかあったわけじゃねえ。ちょっと聞きたいことがあってな。明日、暇か？そいつはよかった。実は、映画の前売り券が2枚手に入ってよ。暇なんだったら、見に行くからね。じゃ、明日1時に駅前で待ち合わせすか。そんじゃまた明日ね。おやすみ。よ、何？早いな。もしかして待ったか？あ、そっか。ならいいか。アンナ・ジェンセンの場合っていう映画。検証用語したら当たってよ。さすがに、ジャッカルと見に行くわけにもいかねえから、お前を誘った。あ、いい、気にすんな。どうせタダだから。じゃ、行こうぜ。おお、なんつうか、くっついたり離れたり、うん、忙しい話だった。まあな、あれで主人公が死んじまったら、後味悪すぎだろ。途中の展開が展開だったからな。何が起きてもおかしくない感じだった。ああ、熱演だったな。ああ、あれな。俺も危うく涙が出そうになっちまったぜ。ハンカチ足りたか？あのシルバリングな。小道具まで凝ってたよな。さて、まだ時間あるんだ。よし、じゃあ適当にぶらつくか。だら？じゃあ、行くか。
お、あれうまそうじゃん。いいじゃん、別に。しかし、ウィンドウに飾ってあるサンプルって、よくできてるよな。へえ、そうなのか？そりゃ大変だな。色も塗ってるんだよな。たまにサンプルの方がうまそうな食い物やってあるよね。そういう時、食べられねえのは承知で、表のサンプルをくれって言いたくなるぜ。ん？どうした？どれ？ああ、見てくか？へえ、シルバー系のアクセサリーが多いな。なんだ？どれ？ん？どっかで見たな。ああ、言われてみれば。なるほど。どっかで見た気がするわけだ。気に入ったのか？シルバーリングか。そういや、なんか言い伝えなかったか？あ、そうそう、そんな話だったな。そっか。あの値段じゃない。そいつは安上がりだ。いいぜ。飽きるまで見ててよ。今日は一日付き合わせちまったな。あ、そうか。それはよかった。お、電車が来たな。お、また明日な。